ャラガの企画いろいろね、楽しませさせていただきました。企画というよりね、むしろもう単純になんか楽しませてもらっているような感じなんですけれども、実はねこのね企画も今回の企画も、ゲストが、ね、まだ自分知らされていないんですよ。なんかちょっと誰が来るのかすごい気になるんですけれども、早速お呼びしてもらいます。はい、はい、今回のゲストはですね、篠崎さんの、少年時代の憧れのこの方になります。どうも、どうも、めいちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これだって、いいの？そうです、ファミスの、宣伝大使もしていただいています。そうだよ、してんだから、はい、見てる？調査誌にも載ってるの見てますよ。本当、はい、じゃあ大丈夫じゃない。そうだけど、はい、いいの？はい、この高橋名人を今日はお呼びしまして、い、はい、篠剣と高橋名人、はい、2人の力、デュアルの力で、うん、スロットギャラガとゲームのギャラガを攻略するゲームをやっていただきたいと思います。はい、簡単なルールを説明しますと、はい、これからゲームのギャラガと、はい、スロットマシンの、ギャラガを、はい、ご用意いたします。はい、で、名人の方には、ゲームのギャラガで、そして篠剣さんの方には、スロットマシンの方のギャラガで、挑戦していただきまして、うん、両方ともスコアというものがあるんですけれども、はい、この合計得点で、7万6500点を目指していただきたいと。デュアルパワーで頑張っていただきたい。何5点ですか？はい、はい、いけんじゃないの、はい、7万6500点ぐらい、はい、もちろんいけるという話になると思うんですけれども、ちょっとだけ制限をかけさせていただきまして、うん、ギャラガのゲームの方はステージ3まで、はい、あれか、ボーナス面終わるまで。そうですね、ボーナス面終わるまで。あれ何万点ぐらいが現実的なんだっけ。いや、わかんない、2万とか2万5000とかでしょ。そうなると、うん、こっちが何万点ぐらいだと。いや、そうしたら5万点ぐらい。スロットのギャラガの方に関しましては、デュアルファイターボーナスという一番いいボーナスをご用意いたしますので、まあ、そこでちょっと逆転を目指していただくというか、2人のデュアルパワーを見せていただきたいなと。で、もし、7万6500点を達成した暁には、こちらの方から、視聴者の皆様に、はい、スロットギャラガの、まあ、最新情報をお届けできたらと。なるほどね、はい、自分もやっぱ高橋名人と一緒にこうやってね協力プレイできるなんて非常に一度レベルだと思うんで ね、 そうですね、せっかくならいい結果で終えたいんで、お互いちょっとよろしくお願いします。言うね、どっちか女の子だと、まあ、いや、はい、じゃあひどいですよ、ね、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではよろしくお願いいたします。はい、というわけで高橋名人、協、はい、力プレイで最低でもナムコ店を目指しましょう。はい、もう行きましょうね。早速お願いします。はい、ちょっとじゃあでいけるかな。ギャラが久しぶり、久々じゃないよ、もう30年くらいだよ。いや、久しぶりプレイで。だって、うん、これ81年っていうことは、はい、僕まだスーパーマーケットで青果部で働いてる時代ですからね。そうですよね、うん、スーパーで野菜コーナー売ってたんですよね。そう知ってます、うん、はい、あ、やばい、ほら、すいません、邪魔しちゃって、いや、いいんだけどさ、これちょっと、こいつね、はい、いいんだけど、はい、いいんだけど、やろ。そしてこのトラクタービームが懐かしいですね。で、あそこに行こうとしていられる可能性もあるんだよね。このね、机が振動するの、連射すると。自分ね、授業中よくね、机を連打してました、ね、もうちょっとコントローラー大きいのないの、これ。よし、来た。これね、しっかりね、デュアルファイター一気取られないとダメなんだよね。でも当時斬新でしたよね。ね、早いさすが。あー、ずれた。2万1000点、はい、22,240、はい、いいとこじゃないですか、はい、30年ぶりで、はい、一応ノーミスで3面クリア上出来だと思います。はい、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。お褒めいただきありがとうございます。間近で連射を見れただけでもう光栄です、本当に。いやいや、ありがとうございます。スロットギャラガでチャレンジしてみようと思うんですけれども、
2つの合計ポイントね、76,500 でしょ、はい、結構しんどいんじゃない？これね、うん、あの一応あれですよね、あのデュアルファイターボーナスというね、得点が倍になる一番こう得なボーナスなんですけども、うん、あ、そうなんだ、はい、現実的にね、うん、頑張って5万点いくかいかないかなんで、まあやってみないと分かんないかもしれないけどさ、ね、はい、高橋名人にね、うん、過去ね子供の頃いろいろ教えてもらった教訓、はい、諦めちゃダメだとかね、そういうところを目指して頑張ってみたいと思います。早速行ってみます。はい、行け、ドゥーン。緊張するな。さあトラクターにさらわれたリールの図柄が揃いますよ。おお、これがデュアル、まあ、ここから始まるのね。そうですね、はい、から最低25ゲームのポイントを貯めるビッグボーナスが始まります、はい、左側にあの雑魚キャラが出てきたと思うんですけれども、はい、これで得点が必ず入る、もしくはジャックインというこのいきなりリプレイ揃いなんでちょっと嬉しいです、はい、というかそうです、ね、結構スタートとしてはかなり嬉しい。え、今青が揃うとリプレイ、はい、そうですね、これリプレイなんですけれども、もともと25ゲーム今もらえるといったゲームに4ゲーム加算される状態です、はいはいはい、なんでこれ今29ゲームに増えたんですね、はいはい、でさらにこの間も得点が当然取れるので、うん、非常に有利な状況になったという形です。調子いいじゃない、はい、さあ今この4ゲームの間に全部で6800点獲得しましたよ。結構嬉しい、非常にいい感じですね。どれ、お、あ、でもいいんでしょこれは、ね、はい、いいです、いいです。ポイントが、はい、出る間はです、ね、お、さあ強そうなのが出てきました、ね、これボスギャラが出てくると1000ポイント以上もらえるので、おお、1000ポイント以上、おお、ジャックイン2倍ですね、ジャックインもあるのか、はい、1万点です。まただ、おお、いい感じで増えてます、ね、いいじゃん。ちょっと逆に前半調子いいと緊張してきますね。あー、ジャックインが引けない。ちょっとジャックインが欲しいと思いますね。え、ジャックインっていうのは何がすればいいの？ あのリプレイですね、青いやつですね、はいはいはい、ジャックインね、4ゲームの上乗せのやつですね、うん、そうね、回数ね増えた方がいいよね。そうなんですよ、もうちょっと欲しいと思いますね、うん、さあボスギャラが高得点はジャックインですね、1000点以上終わるんで、さあ、え、これ何が、これはね、外れなんですけど、はい、外れでも、はい、このような高得点が入ることがあります、逆にあの結構子役がこの間っていうのは揃うので、外れの方が逆に珍しいんですよ、これ今なんかすごいもの出しましたね、しれっと5000点かける2って出てませんでした、マジで、はい、押し順ベルで5000点取ってましたね。あと2万点だよ、あと2万点で、はい、あと11ゲームあります。11。あ、さあ、いい、うまいっす、うまいっす、うまいっすよ。チェリー。え？え？嘘？え？あとちょっと、あとちょっとです。マジで。何これ？高橋名人。うん？ここすごい熱い。残り10ゲームあるんだけど、ここ、うん、お願いしていいですかね。連打でちょっと気合を入れてほしいんです。ほん？いくよ。予備でこういう感じでいいの？お願いします。せーの。オッケーです、行きます、うん、さあ来い、さあ、あら、あー、でもこれではまだ全然足りてない、はい、お、いや、ありますよ、全然ありますよ、あと6600点、はい、お、ちょっと頼む、あと7枚、ジャックインすれば、どらどらどら、はい、これはこれね、な、うん、中ボタンを押して、うん、真ん中にリプレイもジャックイン確定なんですよ。え、ほんそうなの、さ、これ本当にかなりいいんじゃないですか、あと6000、ここでレア子役を引ければ、よいしょ、あと4600だよ、マジで、もうあと4000、え、6ゲーム、あと残り6ゲーム、3800、
あと3000。きますよ、うん、はい、あと戦術2回やればいいんだからさ。そうなんですよ、ね、これがでもねパチスロ難しいところで欲しいものがなかなか。お熱いチェリーなんで最低戦隊変な声出ちゃったけどさあ5万点はもういきましたね。これでおお5万いった。あと次の一手が非常に重要ですよ。一緒に協力プレーお願いしたいです。ジャックインもありますからね。まだ連打お願いします。わーす、かい、ほらいきます。はい、これ最後分から、最後まで分からないんで、5万2000。いいんじゃない。お5万2007 74000だから、2500点足りないかな。はい、約2260点、まあ、2260点、ちょっと足らずでしたねでもかなりこれ頑張ったよね。いはい、ね、はい、これは今すごい熱い勝負を僕は見届けさせていただきました。いやこれね、いやでもこれ頑張ったからサービスしてもらいたいけど、だいたい5万点いけば御の字だったんでしょ。そうなんですよ、それをさ2000点超えてるっていうことはさ、もうとりあえずパーフェクトに近いわけで、パーフェクト以上だわけだよね。そうですよ、広報さん。ここは、ね、はい、じゃあもうここは、ね、はい、まあ一応ちょっと足りなかったですけど目つぶってマジですか、はい、よかったことにしましょう。ありがとうございます、はい、イエーイ、いいですね、ありがとうございます、はい、そのショットから見えただけで僕は、はい、まあ、2500点上乗せしております。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、というわけでね、高橋名人との協力プレーの結果なんですけれども、はい、はい、まあ、これはあのユニバーサルの広報さんに発表してもらいたいなと思います、うん、はい、はい、名人のゲームの結果が22,240点、はい、そして篠健さんの、スロットギャラガの、得点が52,000点と、はい、で、はいはい、合計が、はい、76,500点ということで、見事達成と。足し算違うけどいいのか。イエーイ、というわけで、はい、ギャラが愛の分ちょっと上乗せさせていただきまして、はい、ありがとうございます、はい、これから、この後視聴者の皆様には、ギャラが最新情報、はい、お出しいたしますので、はい、はい、お願いいたします。さあ、お二人ちょっと一言ずつでも感想を今日のいただけますか。ああ、もう僕はもうゲームの方でしたけどもね、まあ、実際にプレイしたのはね、スーパーマーケットで働いてる時以来だから ね、なんか懐かしいっていうかね、あ、こんなんだっけっていう感じですね。まあ、ぜひ皆さんもちょっと遊んでみていただければと思いますけど、そしてまあ自分はね、あの正直ね、あのこのスロットのね、信頼の紹介とかって結構仕事ライクな部分があったりするんですよ、はいはい、で今回のこのスロットギャラガのね、この動画の企画も単純に楽しませていただいて、はい、1日が過ぎたかなという感じなのと、あ、そうなんだ、何より、ね、高橋名人と一緒に協力プレイできて電車を見れる、まあ、電車は別にいつでも行ってくれればいくらでも動いてる会える機会がなかなかないじゃないですか。本当、はい、別にカトコリーやってない最高、一緒の綺麗ですという感じで、ね、はい、そういう感じで本当自分のなんか本当やりたいことをやらせていただいて、はい、しかも憧れの名人に会えたということで、もう大満足の企画です。あ、よかった、はいはい、というわけで一応ナムコ店をクリアしたということに、はい、していただいたので、うん、この後に、スロットギャラガのお得情報が、紹介されるので皆さん楽しみに、はい、見逃すなよ。ギャラクシャンがあってギャラが上がって、あれを見た瞬間に、あー、ゲームってすごいなと思って、スイカなんかね何個あったか言ってもいいよ、はい、夢壊していい？もう自分も大人になったので